ですね、2021年のマイベストコスメを発表していきたいと思います。はい、ということで2021年は上半期にも私的マイベストコスメを紹介しているので、よかったらそちらの方も見ていただけたら嬉しいです。下半期に買ったものをメインとして、中にはもともと持ってたけどこの2021年下半期たたくさん使ったから紹介したいなっていう定番アイテムもあったりもするんですが、だいたい新しく紹介できるアイテムたちなんじゃないかなと思います。よかったら最後まで見ていってください。どうぞ。日焼け止めから紹介していきたいと思います。アリーエクストラ UV ジェル N です。こちら顔体用の SPF50+PA4+ のアイテムになってます。こんな感じのジェルタイプのスルスルと伸びてくれるような日焼け止めになっています。これ自体にカラーがついていないので、ただねみずみずしく伸びてくれるだけで全然色が変わるとかではないんですよね。でこちらのアリーのね顔用のカラーコントロール効果のある日焼け止めも発売されていたと思うんですが、これもね私2色とも持ってるんですけど、こっちの方が私的にはすごく今年活躍したかなと思ったのでこれを受賞にしてみました。ジェルっていうことですごくみずみずしくて軽いテクスチャーでスッと伸びてくれるんですね。次にのせるベースだったりとかファンデーションの邪魔を全然しないで簡単に馴染んでくれてすごく使いやすい。今まで使ってきた日焼け止めよりもかなり軽いつけ心地に感じていて使うことが苦じゃなかったかなと思います。はい、続きまして下地を紹介していきたいと思います。ローラメルシエのピュアキャンバスプライマーハイドレーティングです。こちらが通常サイズの大きいサイズで、これがねトラベルサイズのちょっと小さめのサイズになってます。こちらも手にのせてみるとこんな感じで、ちょっと乳白色な感じですごく軽いんですよ。水っぽい、なんかもうほぼ水っていうぐらいすごくみずみずしいテクスチャーです。スーッと自然に伸びてくれて馴染んでくれます。こちらはですねとにかくつけ心地が軽くてみずみずしいんですよ。もうほんとスキンケア成分でできているプライマーっていう感じで、水分量を上げてくれて肌をこうパンって張りのあるような状態に導いてくれるので、自然な張りをもたらしてくれてワントーンこう肌のプリッと感を上げてくれるような、そんな感じのイメージですね。ウォーターベース処方なので、なんかねこう肌がちゃんと深呼吸してくれるようなみずみずしいテクスチャーで、その上にのせるファンデーションがどんなアイテムでもね邪魔しないんですよ。何とも喧嘩しないすごく優秀なアイテム。この効果にプラスアルファちょっとパール感ツヤ感が欲しい場合はイルミネーティングの方がおすすめですね。これもトラベルサイズで持ってるんですが、本当このローラメルシエの下地のシリーズはすごく優秀なので、自分の好みに合わせてぜひ試してみてください。続きまして毛穴隠し部門、こちらムーのスキンスムーザー PW です。こんな感じのうねうねっとしてるおしゃれなアイテムですね。はい、こちらもピンク色がつくわけではなく、肌にのせると透明になってくれます。 100% ナチュラルコスメっていうことで、全部ね自然界の中から抽出されたもので出来上がってるんですよ。お肌がちょっと弱めな方でも使っていただけるようなアイテムになってるみたいです。全成分ね知ってるアーモンドエキスとかオーガニックなアイテムで作られているので、安心して使えるようなアイテムになっています。すごいこう爽やかな香りが、自然な香りがしていて、この匂いも私好きで使ってる時ついついクンクン嗅いじゃうようなアイテムになってます。下半期に出会った下地ですごく気に入っていっぱい使っていたアイテムがこんな感じに出揃いました。次はですねファンデーションに行きたいと思います。ファンデーションはやっぱりこれだよなっていうことで、これしか逆に思い浮かばなかった、ピュアラディアントプロテクションアクアティックグロークッションファンデーションです。私は00508番のカラーを使っていました。もうこれね使い切っちゃった、なんか上半期から使っているんですが、上半期もうこれ使い切ってしまって、下半期なんとクリスマス限定パッケージ、こちら中身は一緒ですね。こちらを今使用しております。やっぱねこれ結構軽いつけ心地でみずみずしい透明感のある仕上がりになるっていうようなファンデーションなんですが、割と私は四角い方のナーズのねカバレッジがすごい方と同じぐらい結果的にカバー力あるんじゃないかなと思うぐらい、意外と満
満足のいくカバー力だったので下半期も大活躍しました。これのいいところは PM2.5 だったりとか外的物質、チリホコリとか、まあ、紫外線とかももちろんそうだし、携帯のこのなんか電気とか結構自分が気づいてないところでシワとかくすみになってしまうような原因になるような物質ってたくさん溢れているんですね。まあ、でもどうしても生活している上で物質が存在している限り逃れられないものではあるんですけど、なるべく避けれたら嬉しいなっていうところで、このクッションファンデーションは360度ディフェンステクノロジーが配合ということで、もうどこからでも来いやっていう感じで守ってくれる効果があるクッションファンデーションになっています。で、つけ心地も好きだし、汚くよれたりとかしないし、保湿力もね十分に感じられるけど、ベタベタしたりとか不快感はない。 SPF50+ PA3+ 入っていて、外的物質からも守ってくれるっていうことで、もうなんかすっごい優秀な子なんですね。意外とカバー力は歌ってる商品ではないんですけど、歌ってない割には普通にいいじゃんっていう風に思えたアイテムでした。続きましてパウダーを紹介していきたいと思います。パウダーは2つ。まず1つ目がこちら、エルフのパウダーです。これもね超良かったですよ。ジョンセンブルのパウダープロフィニッシュパウダーぶりの感動を私は得ました。価格がまず1000円以下ですごく安いのに、粒子がめちゃくちゃ細かくて、たっぷり塗ってもツヤが消えない、自然なままでいてくれる。なんかこう粉々しく表面がなっちゃったりとか、うわ塗りすぎたみたいな状態にならないんですよ、サラサラになるのに。それがもう本当に不思議で、なんか今年ね3のパウダーが透明なパウダーというか、なんかこう塗っても塗ってないみたいな魔法のパウダーみたいな感じですごいバズってたと思うんですが、私的にこのエルフの方が不思議なパウダーというか、なくなっちゃうパウダー代表みたいな感じで思ったんですよね。本当にサランサラになるのになくなっちゃうので、マットにならないの。ラメが入っているとかしっとり成分が入っているとか特に見るからにはなくて、ラメも入ってないし、なんかツヤっぽい感じのテクスチャーにも見えないのに、お肌にのせると超馴染むんですよ。この一緒に買ったエルフのブラシもすごく優秀で、これでねこう取ってこうのせてあげるんですが、もうね全然お肌のツヤが変わることなく使えてめっちゃ良かったです。サラサラになる馴染む部門でやっぱりこれも欠かせないなということで、こちらナーズのリフコですね、もう選ばせていただきます。私リフコ意外と今年初めて、今年のお正月コフレで初めて使用したんですよ。でもう今底見え1個してるんですけど、本当にこれもね不思議なテクスチャーで、なんか軽石みたいな感じ、すごくね軽いんですよ、触り心地も。でふわっとしてて、これパウダーですかっていうぐらい、なんか手に取ってもさなんか見えないぐらいついてるっていうぐらいな感じなんですけど、ついてるんですね、サラサラになります。そしてなんといってもこれはもうねよく見るとパウダー自体、パウダーのこの表面自体が肌みたいなの。なんかねお肌がもともと持ってるような自然なツヤ、自然な発光をこのパウダーはそのまま持ち合わせてるんですよ。ハイライトみたいにギラギラになっちゃうとか、お肌がラメでキラキラになっちゃうみたいな変なパウダーじゃなくて、ちゃんともうお肌そのまま水分量があるお肌をパウダーが作り出してくれるの。サラサラになるのにツヤのある綺麗なお肌を生み出してくれるというこの天才的なパウダーですね。もうこれは人気な理由がわかる。定番のパッケージはこのナーズのブラックのパッケージでも持っています。これも使ってます。はい、ということでパウダーは2つですね。他にもいろんなパウダーに出会っていいのもあるんですが、やっぱりこう記憶に残るほど良かったって言えるものは2つかなっていうふうに思いましたね。次、眉毛部門いきます。こちら3のアドバンスドアイデンティティブラウシェービングデュオ03番です。こんな感じの2種類が入っていて、こっちがちょっとね若干ジェルっぽいような水分量高めなテクスチャーのもので、こっち側がパウダーになっています。今日も眉毛これで描いてるんですが、すごくね自然にしっかりとした眉毛が作り出せるので気に入って使っています。付属のブラシでこうシャッ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 とねなぞるだけで簡単に綺麗な眉毛が描けます。パウダーも上からサッサッサッとつけてあげると、より一日中取れることなく綺麗に持続してくれます。眉毛の頭の部分とかはあまり濃いと変になっちゃうので、このパウダーのところで優しくこう眉毛の距離を縮めてあげたりとかねすると
いいですね。パウダーとペンシル2本使って作るようなことが多かったんですけど、これは1個でパウダーも入ってるし、際の部分とかはこっちのジェルで描けば1本で立体的なしっかりした眉毛が描けるということで、すごく気に入って使っていました。そしてもう1本感動したといえばこちら、じゃん、こちらエトゥセのアイエディションアイブローライナー。これも本当に描きやすくて良かったです。こんな感じの色もね、やっぱおしゃれだし、見た目もね可愛いですよね。こんな感じの雫型のペンシルになっています。ブラシもねこっち側にはついてるっていうような二刀流のタイプです。このね芯が雫型二色グラデシンっていう芯で、なんか自然な立体感を一本で生み出せるようなものになってるんですよ。使い方難しいんじゃないのって思うと思うんですけど、意外と描きやすくて、ちょっとこうくるっと動かしてピピピ、くるって動かしてピピピっていう感じで付け足していけるので、なんか1本でパウダーみたいな効果もあって、しっかり1本ずつ描けるしいいなって思いました。なんか今回はペンシルとパウダー1個で完結できるようなアイテムが今年いっぱいあって良かったんじゃないかなと思いましたね。次ハイライトは1個紹介していきたいと思います。こちらレブロンのスキンライトプリズマティックハイライター、201番のハイライターです。これがね、めちゃくちゃツヤが綺麗で感動したハイライトになります。ツヤがすっごい綺麗なんですけど、めちゃくちゃ肌に馴染む色なんですよ。で、歴代気に入っていたベスコスにも選んだクリオのハイライトだったりとか、価格帯が全く違うこのトムフォードのハイライトだったりとかにそっくりな質感っていうか、こう光り方、発光の仕方なんですね。3色手に出してみました。一番上のカラーがトムフォードですね、トムフォードの高級なハイライト。そして真ん中のこの卵カラーみたいな綺麗なね肌色がレブロンですね。でこの下のカラーがちょっと白っぽいかな、レブロンと比べると若干白っぽい発色をするのが、クリオですね。どれも私お気に入りでしょっちゅう使ってるハイライトにはなるんですが、これが一番ね、なんか自然な肌なじみのある色。こうさ、光を浴びない時もすごく自然でしょ。これね、分かりやすくがっつり塗ったんですが、もうちょっとなじませるようにこうのせるともっともっと自然なんですよ。まずね、トムフォードに負けないぐらい、同じぐらいの発光力があるっていうのはすごいことだし、なおかつすごくなじみやすいこのね、お肌みたいなベージュっぽい色がすごく私に合ってて、でしかもなんかちょっとイエローみのちょっとだけ感じるぐらいな感じなので、なんかね、肌を綺麗に見せてくれるんですよね。これはもうすごく気に入ってたくさん使っていて、今年出会って良かったなって思うような神コスメです。はい、続きましてシェーディングいきたいと思います。シェーディングはこちら、3のシェーディングです。ソーラーティンテッドフローパウダーっていうフェイスパウダーですね。はい、こんな感じのグラデーションのパウダーになっています。これはその名の通り、パウダーでシェーディングにも使えるし、こっちだけ使ったらチークとかにもね使えるし、こっちだけ使ったらチークぼかしとかにも使えるし、いろいろ使えるっていう感じの、まあ私は一番シェーディングに使ったんですが、すごくマルチに使いやすいパウダーでしたね。なんでこれを選んだかというと、トゥークールフォースクールだったりとか、このリアカインドだったりとか、3色入ってるようなシェーディングが今まで私的によく使っていたんですけど、ロム&のシェーディングに出会ってすごく私の中で革命が起きて、結局この一番濃い色を避けて、この一番明るい色と真ん中の色を混ぜてよく使っていて、トゥークールフォースクールもね底見えさせたことあるんですけど、その時もこっち側だけどんどんなくなっていっちゃって、こっちが余ってたんですね。そう、一番濃い色が余っちゃう現象っていうのが勃発しておりまして、眉毛とかでもよくありますよね、眉毛パウダーでも、シェーディングでもあったんですが、2色っていうところで私はすごくね、あ、これでいいじゃんっていう感じになって、めちゃくちゃ使いやすかったんですね。この一番明るいカラーでノーズシャドウを入れて、どっちもミックスして全体入れたりとか、その日の肌の感じだったりとか、焼け具合とか、自分のお肌に合わせて色味を調節することができるという優秀なこの2色パレットにすごく上半期感動してベスコスに入れたんですけど、同じく下半期は3でそんな感じのね、2色のグラデーションになっているようなパウダーに出会えたっていう感じです。気持ち、このロム&よりも若干赤みがあるような
濃い色なんですね、こっち側が。なんだけどお肌にのせると別にね、その赤みが際立っちゃうことなくすごく馴染むんですよ。こっちのカラーが多分ロモアンドよりも明るいカラーなので、調和してちょうどいい具合になってるんだと思うんですが、すごくこれも使いやすくて、このね明るいカラーでノーズシャドウ入れたりするとめちゃくちゃ自然なノーズシャドウが入るし、粉質もねすごくしっとりしてて、なんか粉っていう感じになりにくいので、ふんわりのせることができて、すごくねシェーディングも入れやすかったです。付属のこのブラシもすごくね柔らかい毛質で、なんか全然痛くないの。結構ボリュームもしっかりあるから、シェーディング入れやすかったっていうのも持ち運びにもね便利だし、良かったポイントの一つかなって思います。こんな感じで今年はいいシェーディングにも出会いましたね。上半期と下半期のベスコスです。続きましてはチークの部門をやっていきたいと思います。これまたチークが結構好きなんですよね。なんかね顔が私結構なんだろう、広いおでこも広いし、横幅のここもねすごい広いんですよ。なのでそこをちょっとキュッてさせるためにも、チークがねやっぱりねあった方が顔が盛れるなっていうことに今年気づいて、まあ一時期ねリップとアイメイクでがっつりメイクしてチークレスみたいな時もね長くあったんですけど、今はしっかりチークも入れるようなメイクが気に入っているので、今年はねたくさんチークもゲットしたし、いろんなチークを試しました。そしていいチークにたくさん出会ったので4つ紹介していきたいと思います。まず1つ目はこちら、ナーズブラッシュの4078番のカラーです。こんな感じのなんかねベージュピンクっていう感じなんですが、ナーズのさこのチークのしっとり加減知ってますか皆さん。すごくしっとりしててめちゃくちゃ馴染むんですよ。でこれはねツヤも自然なツヤが出てくれて、一色でめっちゃナチュラルにこうヘルシーなお顔になれちゃうみたいな、ピンクなチークなんですけど、そこまでこうブリブリしたチークにならないというか、すごくナチュラルに健康的なお顔にしてくれる、パッと明るいツヤのある肌にしてくれるお気に入りのチークでした。今日もね使ってるんですけど、すごくやっぱりね馴染みがいいし、お肌がねパンと明るくなるようなチークなので、これは本当におすすめ。オーガズムのねチークとかも大好きなんですけど、この色がね私のお肌には一番合ってるかなと思って今年一番使いましたね。同じくこちらじゃん、ナーズのポットタイプの新しく今年発売されたものですね。こちらカラーが00531番のカラーです。これもね頻繁に使ってて簡単に使えるんですよ。結構練りチークって私こう馴染ませるの難しいかなとか、こう乗せるタイミング難しいかなとか、手が出しづらかったアイテムになるんですが、このナーズのチークは超簡単で、ちょっと密集してるこういうねブラシにこうポンポンポンってもうねブラシを直で入れちゃうんですよ。でちょっとトントントンってしてお肌にこう乗せるだけで、ほわっとした儚げなチークにしてくれるというか、ツヤツヤになるわけではないんですが、これまたね質感がね好きなんですよね。こうちょっと守りたくなるような女の子みたいな頬そんな感じのチークです。はい、これもちょっとくすみブラウンみたいな、ちょっとベージュみブラウンみを感じるような色なんですけど、これまたブラウンリップとかにすごく良くて、すごく相性がね相性がいいので、これたくさん使いました。パウダーとかのせた後とか、もう全部メイク終わった後にチークをこうのせても、ファンデーションとかパウダーが剥がれちゃったりとかよれちゃったりとかすることなく使えるようなテクスチャーのサラサラタイプのチークということで、これもねすごく下半期たっぷり使ったのでランクにさせていただきました。そしてこれも絶対に選びたいって思ったやつ、じゃーん、フックのチークピュアカラーブラッシュの129番です。まずパッケージの高級感がえげつないです。もうねすごい薄いの、何この薄いチークっていう感じで、初めて使った時超感動したんですが、もう食べちゃいたいぐらい可愛いおしゃれなチークとなっております。こっちがピンクっぽい色で、こうどんどん濃いブラウンっぽい色になってるグラデーションのチークなんですが、シェーディングとしてもね使えちゃうような色味だし、そのままこうねシェーディングにつなげてチークとしても使ってもらいやすいようなチークになっています。これ限定なのかな、まだ売ってるっていう噂を聞いてるんですが、すごく気に入っているので、使い切りたくない、使い切ったらまた欲しいっていうような、なんか定番で出て欲しいって思うようなアイテムですね。はい、そして最後こちらじゃん、こちらはスナイデルビューティーのアクアジェムティント03番です。これはチークにもアイシャドウにもリップにも使えるようなマルチポットですね。発色がですねすごく良くて、色が超可愛いんですよ。
これ寒天ベースで作られているらしく、テクスチャーが他のブランドさんではあんまりね感じたことのない不思議なテクスチャーなんですよ。ポットタイプは昔からいろんなブランドさんで出てると思うんですが、テクスチャーはね本当になんかオリジナリティって感じ。すごく密着して、一回ね密着すると動かないの全く。だからチークとして使うときは本当にね伸ばし方はね気をつけた方がいい。たっぷり乗せすぎると動かなくなっちゃって、そこでピタッて密着しちゃうので、ある程度調節をねした後にポンポンポンってちょっとずつこうお肌に乗せていって、イエローを楽しむような感じのアイテムになってます。これはアイシャドウとしてもめちゃくちゃ今年使ったし、アイシャドウとチークを合わせてセットで使ったりとかすることも多くて、色がね今年らしい、このなんかブラウンでもなければイエローすぎるわけでもなく、だからといってオレンジでもないみたいな、もうなんかすごくね今らしい今っぽいおしゃれカラーで、アイシャドウとチークとしてめちゃくちゃ活躍したアイテムになります。はい、ということでお次行きたいと思います。マスカラベスコス受賞はですね、こちらロム&です。こちらロム&のブラックとブラウンですね、どっちも大好きでたくさん使ってました。こちらアプリケーターがこんな感じで、すごくね塗りやすい、若干カーブされてるんですが、つくしの形自体は結構ねストレートな感じで、すごく塗りやすいです。何がいいかっていうと、すごくねカールキープ力がある、そしてボリュームも結構出るんですよ。細かい繊維が入ってるんですけど、このね細かい繊維が自然にボリュームを出してくれて、繊維入ってるんだけどすごく細かい繊維なので、目に落ちるほどなんかでかくないというか、すごくねしっかり密着してくれるような絶妙な量が入っているので安心して使えました。マスカラベースを使わなくても1本ですごくねカールキープ力がとにかくあるので、夜まで上げたままの場所でいてくれるっていうところがすごく安心して使えてよかったかなと思いましたね。もう一つあるんですよ、こちらパシオのマスカラです。こちらも開けてみるとアプリケーターがね先ほどと似てるんですけど、これはちょっとしたカーブもなく本当にストレートなマスカラになってます。繊維もね自然に結構入ってますね。で実際に今日使ってるんですが、こっちがこちらのパシオを使ったマスカラになります。上にだけ塗ってます。はい、これもねカールキープ力がすごいあるし、1回で結構綺麗にねセパレートしてくれて、ボリュームもある程度出るんですけどダマになりにくいんですよね。こっちがロム&です。ロム&もね長さが出てカールキープ力もあるんですが、結構なんだろう、綺麗に1本ずつまっすぐピーンと伸ばしてくれてる感じがあって、こっちはもうちょいボリュームがねちょっと横と束になってボリュームが出るようなマスカラで、まあ両方ともすっごくお気に入りで、まあ好みにはなるかなと思うんですが、日本の薬局で買うんだったら私はこれが一番ベスコスなんじゃないかなということで選ばせていただきました。はい、ということでマスカラ部門はこちらの3本ですね、まあ2種類を選びました。そしてカラーマスカラもちょっと別枠でいいですか。大好きなものでカラーマスカラもちょっと紹介させてください。まあみんなお気づきだと思いますが、こちらアニベンのカラーマスカラです。で特に使ったこの2色をランクインさせてみました。やっぱり不動の人気のベージュですね。結構使ってきてるのでカスカスになってきてるかもしれないですが、そしてもう1色がこちらのベビーピンクのような結構白めなピンクカラーも、これまたね結構初めて使った時感動したマスカラになります。これはね繊維も入っていなければボリュームも出ない、そしてカールキープ力もございませんだけど私のカラーマスカラの選ぶポイントとか大事に思ってるポイントは、とにかくカラーがそこでしか買えないようなおしゃれなカラーであること、そして発色がいいこと、この2点に限るんですよね。やっぱりそう考えるとアニベンは毎シーズンね結構このカラーマスカラシリーズたくさん新作出てくるんですが、どの色もうわアニベンらしいなみたいなね、ここでしか見かけたことないなみたいなカラーをどんどん出してくれるので、本当に毎回ワクワクできるようなカラーマスカラで、もうこれはカラーマスカラ界の新しい王道といっても過言ではないようなブランドになっていってるんじゃないかなと私は思います。そして下半期ギリギリに出会ったんですが、リカフロッシュの04番の桜ポーションっていうカラーなんですが、またこっちのピンクでもなければこっちのベージュカラーでもない絶妙なピンクで、
しっかりこれも発色してくれて塗ってる感が出るんですが、またねここにしかないピンクカラーですごくね粘膜色というかじんわり目立つようなすごく不思議なピンクカラーで存在感がありつつも馴染むみたいなね、すごくいい色でした。ピンクなんだけど上品というか若すぎないピンクで、すごく年齢問わず使いやすいカラーマスカラのピンクカラーなんじゃないかなと思って選ばせていただきました。私はこれ全体につけるっていうよりは下マスカラに使うとすごく可愛くて、これを使ってるとね動画でもインスタライブでもどこのカラーマスカラ使ってますかって必ず質問してもらえたぐらい、結構本当にねみんな好きないい色なんじゃないかなと思います。こうさりげなく横を向いた時にピンクが映えるようなカラーで粘膜色なのですごく自然なんですよ。はい、ということでマスカラ私結構今年大好きでいろんなマスカラ挑戦できたんじゃないかなって思うんですけど、その中でもいっぱい使えたアイテムたちを紹介してみました。はい、ということでアイシャドウやっていきたいと思います。アイシャドウはね絞りに絞りに絞りに絞って3つにさせていただきました。上半期に紹介したアイテムもまず排除しました。上半期に紹介してて下半期もやっぱり気に入っていっぱい使ってたから紹介しようかなって思ったアイテムとかもあったりして、だけどそういうのも上半期に紹介させていただいたので下半期に出会ったアイテムっていうことに絞らせていただいて紹介していきたいと思います。まず1つ目こちら、皆さん大好きナーズ、じゃーん、すごい使いました今年。下半期にクリスマスに出会ったとは思えないほどかなり減ってきてるんじゃないかなっていうぐらいなんですが、本当にねどの色も捨て色がなくて、私すごくこのアイシャドウ使ってる時毎日楽しくメイクできてよかったなって思います。もう16色も入ってるので無限にメイクができるんじゃないかなって思っちゃうぐらいなんですが、まずねナーズはやっぱり質感がいいんですよね。本当にマットもサラサラなのにピタッと密着してくれて一日しっかり発色してくれるし、ギラギラの大粒のラメとかも入ってるんですけど、これまたね全然粉飛びとかしないんですよ。質感がとにかくたくさん入っていてグラデーションが作りやすいし楽しみやすいパレットになっています。こんなたくさん入ってる16色のなんか豪華なパレットって去年は発売されてなかった気がするので、今年これに出会えてすごくなんかこのシリーズもっと出してほしい、16色のアイシャドウパレットシリーズこれからも定番にしてほしいなって思うぐらいすごく楽しいパレットだったので選ばせていただきました。はい、続きましてこちらスックです。今日もこのスックも使ってるんですが、こんな感じの素敵な4色のスックのシグネチャーカラーアイズの160番のカラーです。いかがでしょうかこの4色、すごくトレンドな4色というか、まずこのグリーン、私結構ね入っている、アイシャドウパレット多かったんじゃないかなと思うんですが、自然に馴染むようなイエロー味のあるグリーンで私のお肌にすごくぴったりだったのと、調整しやすいこうパキッとしすぎてないグリーンなので本当にグラデーションに使いやすかったです。そしてこの赤も上にも下にもメインカラーにも締め色にもなるような赤で、柔らかくぼかしても可愛いしがっつり塗っても可愛いしっていうことですごく重宝しました。このラメね、ちょっとよく見るとピンク色の偏光ラメみたいな感じでちょっとピンクっぽい光り方をするイエロー味のあるカラーなんですが、これもねすごい可愛くて目全体にこのイエローを塗ってるんですが、いかがでしょうか。今日この4色でメインにメイクしていて、このグリーンもね二重幅に乗っけてるし、結構全色使ってメイクしてます。スックは買うたび、あ、買ってよかったなって思うし、上半期も私別のカラーのスックのアイシャドウをベスコスにしていて、下半期もスックが一色入るという、結構私スックにハマりそうな予感がしている2021年でございました。私まだスックのパレット3つしか持ってないんですが、今年2個ゲットして2個ともベスコスに入れたので、来年はどうなっちゃうんだろうって、もうスックばっかりになっちゃうんじゃないかっていうぐらいね、来年は結構スックをいっぱい挑戦できる1年になったらいいかもななんて思って過ごしておりますが、本当にね高級感、パッケージの高級感とか付属のチップも2種類入っていて、全部で4箇所でメイクできるんですけど、本当にね他のブラシ使わないでもこんなに綺麗なグラデーションできるんだなって思うぐらい、付属のチップもすごく優秀でグラデーションが作りやすいです。これとこれをねよく本当に最近は使っていることが多いので、両方とももうナンバーワン。そして単色アイシャドウも一つだけ紹介させてください。アディクションのザアイシャドウスパークル015番です。はい、
こちらもね、下半期のクリスマスコフレで出会ったんですけど、結構これもね使いました。ブラウンアイシャドウでグラデーション作った後に最後にこのラメをがっつり上にのせると超可愛いメイクになるんですよ。結構どのアイシャドウとも相性が良くて、最後にのせると何でもね、なんかもう正解のメイクにさせちゃうような、すごい綺麗なキラキラで、一色でめっちゃ個性がある色っていうわけではないんですよ。意外とこうシャイなカラーなんですけど、どのアイシャドウとも喧嘩しないで、そのアイシャドウ、下のアイシャドウを最上級に美しく見せてくれるようなのラメがすっごく気に入って、後半めちゃくちゃ使っておりました。ピンクでもなければオレンジでもない絶妙なサーモンカラーというか、絶妙なカラーなんですよ。これがブラウンアイシャドウにもピンクアイシャドウにもオレンジアイシャドウにもとにかく合わせやすくて、たくさんこれをのせることが多かったです。毎年結構ねパレット系が好きなので、アイシャドウパレットの方が紹介すること多いんですけど、これはね結構珍しく単色アイシャドウでいいものに出会いました。はい、最後はリップを紹介していきたいと思います。リップはですね、今年意外と気に入ってるやつを結構ずっと使ってた1年でしたね。っていうのもまあやっぱマスク生活もあるから、そもそもあんまりリップを例年よりかはちょっと控えめなアイシャドウとかの方がいっぱい買ったかなっていうような1年にはなっているんですが、その中でも特になんかこうやっぱり気に入ったアイテムはもうずっとそればっか使っちゃうみたいな感じで、今年すごい使ったなって、やっぱ好きだなって思えたアイテムを紹介していきたいと思います。一つ目の受賞がですね、こちら NARS のパワーマットリップピグメントの2760番です。こんな感じのブラウンベージュカラーですね。やっぱりこれが本当にねマスクにもつきづらいし可愛すぎていっぱい使いました。ちなみに今日もベースにこれを使ってます。私グラデーションリップするの好きなんですけど、1回のメイクでだいたい 2,3 本は使うんですね最近、まあ、結構1本でもこれすごく可愛くて使うんですけど、ベースにこれをちょっとオーバーリップ気味に塗った後に内側にちょっと赤み系のリップを塗ったりしてグラデーションを作るのがすごくハマっていて、やっぱねブラウンベージュなのですごくね顔色が悪くなることもなく、他のリップとも喧嘩せずなんか調和してくれる、そしてちゃんとマットでマスクにつきにくいっていうところですごく使いやすかったです。伸ばしていくとね結構柔らかくも発色するし、ふんわりとじゅんわりした感じの唇になってくれるので、やっぱりいいなっていうことで、これ実は2本目で1本ねもう中がなくて、もう2年ぐらい使っちゃってたと思うんですよね。そろそろ買い替えなきゃなっていうタイミングで新しくいたしました。はい、今年も新しくしたっていうこともあってまたなんか再熱して、まあ、元々好きでいっぱい使っててやつなんですが、また改めて今年いっぱい使って受賞いたしました。次、やっぱり大好き、こちらアディクションのザ・マットリップリキッドです。はい、これまた、まあ、みんな使っていたであろうリップなんですけど、一番使ったかな、やっぱりねなんかどっちかは絶対バッグに入ってた。でなんか私3本ぐらい買ったのかな、あれ2本しか買ってないんだっけ。私はこの2本がメインでよく使っているリップのカラーなんですが、特によく使ったのがうちの010番のカラー、ちょっとブラウンなんですけどオレンジ寄りのブラウンで、これはもう本当にこうグラデーション作らずとも1本で使ってたりとか、あと内側だけにちょっと塗って外側にこうぼかして使ってたりとか、結構ね一色でめっちゃおしゃれな色になるのですごく使っていました。こんな感じ、ちょっとオレンジっぽいブラウンですよね。こっちがなんかピンクベージュブラウンって感じで、こっちがオレンジパンプキンブラウンっていう感じで、はい、なんかさマットになるんですけど、これも乾いたらちょっと透け感があるようなマットというか、これまたねすごい軽いつけ心地で、すごいグラデーションとかも作りやすいんですよね。おしゃ顔にしてくれるようなリップなのですごく使いましたね。まあシリーズ自体がお気に入りだったので紹介させていただきました。次はこちら、セルヴォークのエースロールマットリップスの03番です。これもねちょっとテラコッタっぽい使いやすいブラウンカラーで、こんな感じ似てるね。アディクションの10番よりかはもうちょっとオレンジ寄り、こっちがちょっとイエローっぽい感じで、こっちがオレンジ太陽みたいなオレンジっぽい色
だけど両方ともこうブラウンっぽい色で好きな感じですごくこれも使ってました。これもすごくね軽いつけ心地で薄く伸ばすことができてマットになったらピタッと密着してくれて結構ねテクスチャー自体はこの子たち寄りな感じですごく良かったです。そしてこちらスックのシアーマットリップスティックです。私この103番のカラーを特にめっちゃ使ってて、他のカラーもね何本か買っているんですが特にこのカラーがね可愛くて可愛くてよく使ってました。なんかね今年はなんか今までね本当にこうブラックに近いようなブラウンとか赤みがないブラウンとかをすごくこう推してたというか追求してたんですけど結構今年はこうベージュっぽさも残ってるようなブラウンというか私の中では気持ち柔らかいブラウンが今年こうよく使ったというか、マスク生活になってしまったっていうこともあるんですけど撮った時の印象が明るくなっていいかなっていうことで、ブラウン好きなことには変わりないんですが若干選ぶ色がちょっとこう明るくなったかなっていうようなイメージです。私の中で。そして最後一色ですね、じゃーん、ゲランです。初めてのこちらのパカッて開く鏡がついてるようなシリーズのゲランですね。ラグジュアリスベルベットリップスティックです。こんな感じの結構ねダークな色で今日紹介したリップの中で一番暗い色だと思います。ちょっと赤みの入ったダークカラーです。かわいい、めっちゃいい色ですよね。こちらかよこって、ね、名前も入れていただいているという。このリップのシリーズも私今回初めて使ったんですけどこのベルベットっていうシリーズなのかながこうムースっぽい感じで、マットなテクスチャーで乾燥しないんですけど結構ねこうピタッと密着してくれてすごくこう色もね発色もいいしマスク生活でも意外と色持ちがいいリップの中に入りましたね。このシアーマットのテクスチャーに若干似てる気がします。このスックのやつにも似てる感じで結構ベルベットタッチなソフトな感じのリップでこれは内側に使うことがすごく多くて1本で内側に使ってグラデーションも可愛いしなんか今日みたいな感じで全体にこのナーズのリップを使った後に内側にこの赤を仕込んで、ちょっとグラデーションっぽくしているっていうようなリップですね。今日3本使ってるので、ちゃんと厳密に言えばこのロム&も使って3本でグラデーション作っているんですがそうこれも使っているということで、はい、もうね本当に可愛いんですよ。すごく大人っぽい色でめっちゃ気に入りました。そうこれねプレゼントでいただいたんですけど本当にありがとうございます。もう趣味がよく分かってらっしゃるっていう感じでもう本当に可愛かったです。なんか自分で買うものが今年本当にこうベージュっぽい色味だったりとかブラウンでも優しげなブラウンとかベースに使うようなカラーをいっぱいゲットしていたのでなんか内側に使う用のリップというかこうじんわりさせるためのリップみたいな感じですごくこう大活躍してくれたリップでしたね。どれも本当にたくさん使って今年下半期に買ったやつって意外と少なくて上半期から持ってたこのリップだったりとか昔から愛用してたナーズのリップだったりとかこれは去年からかな使ってたかもしれないんですけどまたベスコス入り特にこの010番がよく使ったっていう感じだったりとかすごくねリップはもう一面が出来上がってしまったなっていう感じで安心の一面たちがベスコス受賞したという感じになっております。ということで私の2021年のベスコス以上になります。もう今回紹介したアイテムは全部大好きで、しょっちゅうねもうメイク動画とかでも使用していると思うのでまたメイク動画とかもどんどんね来年も出していく予定なんですが、こういうアイテムたちも変わらずたくさん出していくのでよかったら楽しみにしていてくれたら嬉しいです。ということで今回はこんな感じの私の2021年の下半期ベスコスを紹介してみました。この動画がいいなと思ってくださいましたらチャンネル登録と高評価とコメントぜひぜひお待ちしております。またインスタや TikTok、Twitter もやっているのでよかったら遊びに来てください。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。